こんにちは、猫おじさんでございます。今日は久しぶりに DIY をしていこうかなと思います。今回する DIY はドアノブをペイントしていきます。まあ以前からねドアノブ変えたいなと思ってたんですけど、ちょっとね高いんでね、ドアノブは塗ることにしました。では早速やっていきます。おいっ子めいっ子の子守もしていきます。にゃ、はい、ではですね、こちらのドアノブを塗っていきたいと思います。まず最初に密着ロン、アンティークゴールド塗っていきたいと思います。まあ、密着ロンをね塗る理由としても塗料が乗りやすいんですよね。なんで、まあ、接着剤みたいな感じかな。本当はねここマスキングテープを貼ってあげた方が綺麗にねここ縁も取れるんですけど、細い筆使ってるんでまあ大丈夫かな。グミくん手伝って、紛れもしろ、ねるねくん手伝って、嫌だ、まだあの絵買ってもらったけありがとうございますって言わんの。絵買ってくれてありがとうございます。声ガラガラやな。 OK です。まあちょっと変化は分かりづらいけどね、9つ塗っていきます。We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. はい、やっぱり不安になったのでテープ貼っていきます。こんな色渋いね。Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads. And at night we'll be. 完成しました。剥ぎます。何この人参、かわいいね。ちょっとあの お姉さん撮影中ですけど、あ、そうな。剥いでます。お、めっちゃ綺麗。いいんじゃない。結構やっぱこれマスキングして正解っすね。しっかりした方がいいです。ほら、いい感じ。いいんじゃない？メキシコに住んでるけどさ、時代が止まってるやん。それだいぶ前よ。Thank you.
ちょっと